バイキングジョーです。今回はこれ。7月21日からスタートした三井アウトレットパーク仙台港で開催中の新幹線変形ロボシンカリオン期間限定ショップに遊びに行くよ。じゃあ行ってきまーす。E5 はやぶさとの記念撮影会に参加するためにオープン1時間前に到着したよ。すごい行列だったけど無事整理券をゲット。撮影会まで時間があるから先に期間限定ショップに行ってみるよ。入ってすぐに目に入ってくるのはポップアップショップの限定グッズ。後で紹介していくから楽しみにしていてね。あ、プラレールのジオラマコーナーもあるよ。そして今回お父さんお母さんがとっても大変なのがお友達のみんなが挑戦するのがシンカリオンスタンプラリー。館内4カ所に設置してあるスタンプを押すとオリジナルシールをゲットできるんだって。よし、みんなで探しに行くぞって思ったらジョーの子供たちは観覧車に乗りに行っちゃった。ってことでジョーは一人で探しに行くよ。全国のお父さん頑張ろうね。あ、レゴだ。スタンプ押し終わったら見に行こうっと。どこかな。スタンプ3 E7 輝きゲット。グローブを装着するの忘れてた。次はどこかな。あ、もしかしてここかな。スタンプ4ゲット。スタンプ4はシンカリオンのロゴだね。あ、しまった、撮影会の時間だ。急がなきゃ。あー、はやぶさだ。すごい、本物のはやぶさだ。かっこいいね。あ、あれ大丈夫かな。あ、大丈夫そうだね。暑い中ご苦労様です。念願のハヤブサに会えてジョーは大満足。同じく楽しみにしていた娘はなぜか立ち向かい、一番楽しみにしていた息子は迫力に圧倒されて逃げる。いろんな意味ですごく楽しい時間でした。さてさて、スタンプラリーはあと2つ。土日は先着500名だから急いで探していくよ。ってことでスタンプ1ゲット。スタンプ1は E5 ハヤブサ。ちなみにジョーの子供たちは休憩中。全国のお父さん頑張ろうね。さあ、残りはあと1つ。どこかな。多分この辺りだと思うんだけどな。一番奥の方かな。あ、人がいっぱいいるよ。スタンプ2ゲット。スタンプ2は E6 小町。これでスタンプはコンプリートだ。超新加速度でゴールの総合案内に向かうよ。よし、総合案内に到着。先着500名だよな。大丈夫かな、もらえるかな。あ、お願いします。ありがとうございます。やった、オリジナルシールゲット。よかった、先着500人に間に合った。このオリジナルシールも後でゆっくり見ていくから楽しみにしていてね。あれ、そういえばジョーの家族は一体どこで待ってるんだろう。限定ショップやスタンプラリーの他にも2階フードコートではシンカリオンがプロジェクター上映されているよ。
そしてフードコート入り口には E6 小町と E7 かまやきが展示されているよ。こんなに近くでシンカリオンを見られるなんて嬉しすぎるよね。今月29日まではやぶさ、小町、かまやきが展示されているよ。はい、ということで今回ゲットしたシンカリオングッズはこちら。これかな。ポップアップショップ限定の缶バッジとかね、いろいろ買ったので次の動画で紹介していきたいと思います。いやー、テンションが上がりすぎて予算以上に買いすぎました。安いかなって思ったけど、いっぱい買うとなかなかいいお値段になります。まあ笑うしかないよね。ってことで、シンカリオン期間限定ショップ、夏休みの思い出にぜひ遊びに行ってみてはいかがでしょうか。最後まで見てくれてありがとう。バイバイキーン。あー、クローズが汗だくだ。最後まで見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録お願いします。Twitter、Instagram もやっているので概要欄からフォローお願いします。せーの、バイ。